はい、こんにちは、くんです。さて、バトルフィールドをやってるとですね、あの時のことを思い出します。そう、サングラスをかけながら FPS をやった時です。サングラスかけながら FPS ね、ちょうどザボットだった。そういえば、何の機会でやったかっていう、東海議っていうイベントがあったんですよね。そのイベントで、まあ、ニコニコ関係のやつで、まあ、バイシムがま、出るっていう風なことだったから、当時のバイシム別に、ま、いいや、まあ、まあ、バイシムが出るってことだったから、俺行ったのよ。で、それで、なんか偶然、なんか今来てる、参加、その大会を見に来てる人も、その、一緒に遊べるイベントみたいのがありますっていう風な話だったから、じゃあちょっとやってみようかなと思って、抽選応募したのよ。で、50人ぐらいかな、大体あったんだけど、なんとですね、その50人のうちの5人に選ばれちゃってですね、やりました。はい。あ、やべ、ファマス少しダメなのこれ多分。ファマスか、ファマスやめよう。ここダメだ。もう多分これ ESL ルールサーバーだからファマス使ったら多分怒られる、これ。そうそうそう。で、サングラスかけながらサングラスかけて、そのもちろん大会のそれ観覧も行ったし、外すわけにはいかないんだよ。その顔バレするの困るから。だから、しょうがないから、サングラスかけてやったんだけど、ゴミオブザゴミだね。マジで、ほんと、マジで終わってる。何が終わってるかってね、もう遠くの敵がわかんない。スポット、だからもうスポットでしか敵を判別できないみたいな状況になるの。めちゃくちゃ暗いから。あの時は、ひどかったね。あの時はひどかったです。なんか、今みたいな、こう、なんだろう、突発的にこう飛び出してくるようなやつとか、まず殺せないし、しかも、その、大会の会場の関係上、音もうるさいのよ、めちゃくちゃ。その、音がめちゃくちゃうるさい会場で、聞こえないのよね、何も。まともに、音が。だから、その、音で判別することもできないし、来てる、敵が来てるみたいなのも、音判別もできないし、もう最悪でしたね。コンディション最悪。サングラスかけて絶対 FPS やっちゃダメですよ、皆さん。まあ、やんないと思うけどね。ただ、今日話すのは、そういうオフライン環境とか、なんだろう。まあ、なんだろうな。大会とかって、オフライン大会ってやつあるんですよ。で、まあ、ネット上でやるんじゃなくて、実際その集まって、そのパソコン並べてやりましょうっていうのはオフライン大会。よくよく考えたら変な話だよね。パソコン上でネットで繋いでやるゲームなのになんで集まってやるのっていう風な話でもあるかもしれない。まあもちろんね、そのラグの関係でとかいろいろあるんだけど、まあ、まあアホな話だけどさ、そういうのがあって、そういうのってね、すごい難しいのよ。普段のね、もう、半分ぐらいしかね、力出せないかもしれないよね。なんでかっていうと、いろいろな環境が違うんですよ。もちろんマウスとかマウスパッドとかは持っていけるんで、その際は持っていって使えばいいんだけど、やっぱりその大会の会場っていうのに緊張するし、その外の、自分がいつも使ってない机だから、その、なんだろう、机の位置とか椅子の位置とか、また座れる位置とか、その他諸々も変わってくるのよ。やっぱりテレビとか、そのモニターと、その画面との、モニターと目との距離って相当重要で、なんだろう、それが変わるだけで随分変わるのよ。だから机変えたらかなり FPS の、連動的にも変わってくるんで、あんま私は変えない方がいいと思う。で、何話すんだっけ？ちょっと待ってよ、サングラスをかけて、東海 FPS をした思い出を話すみたいなこと言ってたんだけど、案外早くその話が終わりすぎちゃって、で、じゃあそう、で、話してる途中にね、あ、そうだ、じゃあこれで繋げようと思ったのよ。オフラインの、何戦いって結構難しいんだぜ、みたいなことを言おうと思ったんだけど、でも、そのネタも、結構大変だよって終わっちゃったから、俺今どうしようってなってる。で、さらにね、これ、話に夢中になってると、やっぱキルでも悪くなるのよ。全く前見れなくなって。うん。やっぱ良くないね。ちゃんと台本考えなきゃダメだというふうなお話でした。ダメだ、手抜き動画と思われる、これ。でも、たまにはこういうね、のもいいじゃないですかということで、お疲れ様です。いや、いっか、あげるか。いや、こういうのをあげるためのサブチャンネルみたいなの作ろうかなと思うんだけど、どう思う？それについて意見どうぞ。じゃあ。